大田さんの印象を教えてください。大田さん食べますよ仕事の帰りのルーティン、ね、一日中ずっと考えちゃうんですよね、うん、いいことも悪いことも大好きで大田さんの帰り泣いてしまうそのことだからのルックバックマイビューティースタートいいんですよ。渡辺さん、今日よろしくお願いします。お願いします。さっきすごい笑ってたの何なんですか。黒い線、黒い線、黒い線何でしたっけ。ちょっと言えない言えない言えない。でもいつもなんか渡辺さんエピソードトークしてくれるからみたいな面白いこといろいろしてるから、プライベートでお祭りでみこしを担いだ話を聞いてました。あとでもあとおすすめの化粧品聞いたりとか、髪の毛の最近の事情を話したりとか結構神戸さんの影響で使ってるものとかも多かった、はい、めっちゃありますよ私、このシーラー、あ、これも使ってる、あ、これめっちゃあります。結構2人現場多いんですよね。多いです、よく世話になってます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。神戸さんにお聞きしますが、はい、堀田さんの印象を教えてください。堀田さん食べますよ堀田さんはこう見えて面白い番組とかすごい好きでこういうの見たよとかを情報交換してます。あ、そうそうめっちゃバラエティの情報交換しますよね、うん、しかもマイナーなの詳しくて、なんか誰も知らないような番組とかを面白かったから見てて、でしかも結構もう信頼できるお笑いの感じというか、お笑い好きなので、神戸さんがおすすめするものは間違いなく私も面白いって思える。しかもちゃんと見てくれる。そうそう絶対面白いから。だからさっきみたいに笑いの都合が、はい、そうかも一緒なんですね。ゲラゲラ笑いながらということで、じゃあ、はい、ちょっと今日のメイクのイメージとか髪の毛のイメージとかについて聞いてもいいですかね。何ですか今日は結構ベーシックで、ここまでこう茜の良さを生かしたナチュラルメイクです。すごいナチュラルです。でもめっちゃ可愛いです、ツヤツヤ。神戸さんのメイクマジで好きで、トーンもめっちゃ上がるし、うん、すごい盛れるんですよ、ね、なんか何だろう、何が違うんだろうっていつも思うんですけど、多分でも使ってるファンデーションのそのトーンの色とか、うん、あとアイラインの引き方とか、うん、なんかそういうほんと細かいポイントが多分すごいいいんだろうなって思ってます。神戸さん的なこだわりポイントって何かあったりするんですか。でもやっぱ聞きたい。でも、うん、結構顔がやっぱ目も大きくって、うん、唇もしっかりこうあって、うんうん、だからあんまりやりすぎない感じでやってます。肌も綺麗だから分厚くしないようにしてるし、うん、しいお二人の絆の強さでございました。信頼してます。ありがとうございます。ちょっとね、質問があります。はい、仕事に行く日のルーティーン、朝のルーティーンとかって何かありますか。朝のルーティーンは、うん、ずっと冬場は白湯を飲んでたんですけど、なんかやっぱ白湯飲むと体が起きるし、結構冷え性なので、うん、温まるのに白湯飲んでたんですけど、最近はちょっと暑すぎて、暑いですね、はい、朝からちょっと朝一から鉄瓶で白湯沸かす気になれなくて。鉄瓶でいつも沸かしてるんですか。冬場は沸かしてたんですけど、なんか酵素のジュースをちょっと冷たくして飲むようにしてます、うん、すごい好きな酵素があって、うんうんうん、それをお湯で溶かしてザクロのジャムみたいなのも一緒に混ぜると朝から結構グビグビいけるので。ちょっと酸っぱい感じで。あ、そうです、ちょっと酸っぱくて、はい、うん、フルーティーな感じ。元気出ます。その顔もなんかやっぱ飲んでる時の方がこう生き生きするし、腸内環境もすごい整うと幸せホルモン出るじゃないですか。出ますね、はい、だから飲んでる時の方がやっぱ調子いいなっていうのは実感しています。そのちょっと商品後で個人的に聞こうと思います。あ、ぜひなんかやっぱ美容に詳しい人っていろいろ試してらっしゃる方が多いので、うん、そういう人にリサーチして自分の中でもいろいろ試してやるようにしてます。なるほど、なるほど、ありがとうございます、はい、その流れでじゃあ仕事の帰りのルーティーン、はい、とかってなんかね、仕事帰りのルーティーンか、スーパー
寄ってその時々の季節の野菜を買って、もともとその SNS で結構レシピとかこういうの作ってみたいっていうのを結構印つけてるんで、うん、今日これ作ってみようっていう感じで季節の野菜を買い込んで家で自炊してる時の時間がすごいなんかリセットになるというか、なんかこう刻んでる時間って無になれるじゃないですか、うんうん、だから一日何か落ち込むことがあったりしても内職的な感じで自炊してなんか作り置き作ったりとか、うん、あとヨガ、あヨガですね、はい、仕事帰りヨガ行ってもう完全にいい一日だったって思えるので、うん、ヨガ行った帰りって、うん、瞑想とかもしたりするし体もすごく気持ちく伸ばせるのでヨガは結構ルーティンで行ってます。じゃあ結構リラックスできる時間ってなんか自分と向き合ってる時間が多い感じなんですかね。そうですね、一日中ずっと頭の中何か考えちゃうんですよね、うん、なんかいいことも悪いことも、はい、なんかずっとぐる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 って回転してるから、うん、それがしんどくて、うん、それをこう一回意識的にリセットするっていうか、うん、無になる時間を作ってあげると、うん、次の日も頑張れるっていうかいい眠りにつけるなって思います。大事ですよね。はい、ヘアメイク完成しました。かわいい。言ってくれるんですね、そんなこと。照れてる。恥ずかしい。恥ずかしい。じゃあこの後お着替えですね。はい、はい、よろしくお願いします。撮ってます。お母さんです。お母さんです。お願いします。小川さんもよくご一緒されるスタイリストさんですか？ご一緒させていただいてますね。はい、お世話になっております。何年ぐらいですかね。ぐらいでしょうね。インタビュー。急なインタビュー。え、2年ぐらい経ちました。でも本来よりもっと前だったかな。え、そうでしたっけ。あのアンアンのやつが始めました。そうでした。結構際どいドレスを着ていただいてですけど、そういうのも着こなしてくれるから本当いつも楽しいです。楽しいです。大好きで小川さんのスタイル。もう泣いてしまう、そんなこと。どういうものをご用意いただいてるんでしょうか。まあ、基本的に今日のなんかテンションに合わせてと思ってるんですけど、可愛い系も学校系もお顔が本当おしゃれで綺麗だから、うん、なんか本当何でも着こなせる、いいバランスで着こなしてくれるので、うんうん、いつも持ってくるのが楽しいんですけど。二人して泣いてます。なんか今日ちょっと後ろが結構グレーとかだったので少し明るい色入れた方がいいかなと思って、こういうレイヤードだったり、まあそれこそさっきちょっと可愛い系もって言ってたんですけど、ほんとこういうちょっとラブリーな感じのお洋服もそのラブリーすぎず着ましてもらえるので、こんなお洋服とかも普段あの私服もこういうテイスト多いですか？多いです。あ、でもちろん私服になるともうちょっとカジュアルダウンしたものがあるんですけど、うん、なんか小川さんの持ってきて来てくださる服っていつもどこですかって聞かれてますよね。色使いがめっちゃ好きで、こう収録の時もすごい映える服もあるし、私服でも使えるようななんかカジュアルなアイテムもいろいろこうグラデーションで、うん、あのスタイリングしてくださるので、私服でも好きなテイストが集まってる番組用の服みたいな。ありがとうございます。グラデーションっていい言葉ですね。グラデーションですね。いい言葉です。グラデーションで。ありがとうございます。はい、そんなわけで、はい、本日は何を着ましょうか。何着ましょうか。いつもめちゃくちゃ着てますよね。そうなんです。いっぱい試着してくれるんですよ。何も決められなくて。私は合わせなくて。今日はちょっと髪の毛を下ろしで行かれてるので、うん、なんかこの辺が素敵かなとは思っております。本当かわいい。アクセサリー使いもめっちゃ好きなんですよね、お父さんの。ちょっとシルバーの上下似合いそう。じゃあ早速お着替えの方よろしくお願いします。わー、かわいい。あ、お返しください。めっちゃ色綺麗ですね。なんかリラックス感もあり、ね、動きやすいです。さすが小川さんっていう感じですね、はい、アクセサリー。あ、本当だ。ネックレスも、ね、そう、ネックレスもこの服にこう調和合わせるのが、うん、さすがです。確かにここが空いてますから、空いてますから秋は埋めていこうと。じゃあこの後ちょっと打ち合わせになります。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。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 今日の朝ごはんの話から来て。朝ごはんですか。まず朝ごはんの話。どういった話で、はい。あ、パンいただきました。サンドイッチいただきました。これ朝ごはん。朝ごはん。今日一食目よ、でも現場のパン、すいません。あのドリンクだけ飲んできました。すいません、逆にすいません、はい、今日もコースとザクロですか。あ、そうです、それだけ飲んで、それが美の秘訣らしい。なるほど。なんかあんまりお腹が空かなくなる。でもなんかほら、ずっとダンスをやってらっしゃった、はい、あ、やってました、はい、だからめっちゃ食べるのかなって勝手に思ってたんですけど、結構激しく食べてるんですか。あ、はい、でも食べるとき超食べますよ。お弁当も収録の時の一番こってりした焼肉弁当も大好きだし、焼肉大好きなんですけど。そうなんだ。これ何の打ち合わせでしたか。これ本当ですよ。雑談。でもこれ本当に打ち合わせしたいんですよ、これ。本当に打ち合わせしたい。本当に打ち合わせしたい。ごめんなさい、ごめんなさい。なるほどね、そこちょっと分かってなかった。そうなんですよ。お宝のルックバックマイビューティースタート、これだけカンペ出しますので、はい、これから始まります、ね、はい、はいはい、じゃあ14時15分再開目標で、はい、準備いたします。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。YouTube みたい。 YouTube でございます。 YouTube。 あ、そうか、 YouTube。 あ、 YouTube。 ホットペッパービューティー。